はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日は5月9日月曜日です。はい、はい、昨日まででゴールデンウィークが終わりまして、うん、今日からはね、あのお仕事ですっていう人もかなり多いんじゃないかなと思いますけれども、うん、今日からもまたね頑張っていきたいと思います。はい、僕はですね、個人的には、今週でねちょっと今勉強していることが、ちょっと一段落するっていうことでね、うん、もうあと1週間授業がありますけど、頑張っていきたいなと思ってます。はい、頑張ってください。はい、そういうことでね、今日5月9日ですけれども、そうだ、日付の言い方を先やりますね。はい、はい、5月1日からですね、1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、そして今日は9日です。はい、はい、もうだいぶね慣れてきてね、もう日付の言い方わかりますよって人もいるかもしれませんけどね、うん、なかなか使わないと忘れちゃうんでね。そうですね、はい、ぜひ声に出してね、覚えていただければなと思います。はい、ということで今日5月9日はですね、うん、アイスクリームの日です。おー、はい、大好き。はい、まあ嫌いな人はねいませんよね、うん、多分ね、僕もアイスクリーム大好きですけど、我が家にもね冷凍庫にちょっとアイスクリームが入るような時期になりましたね。うん、うん、本当にここ数日でアイスクリーム食べたりしてますけど、はい、まあこれねアイスクリームの日に決まったのもやっぱりこの連休を明けてこの時期、まあこの間ね立夏っていうお話とかもしましたけど、うん、もう夏です。うん、うん、でやっぱりこう外が暑くなってきて、ああもう暑いって言ってこう服もね半袖になったりとか、まあ、薄着になってきますけど、それでまあアイスクリーム美味しくなってくるよねっていうことでまあ決まったと、うん、いうことなんですよ。で、まあ、このアイスクリームの日っていうのが決まったのは、1965年ということで、うん、まあ、今からだいたい60年ぐらい前ですかね、はい、のことに、まあ、なると思うんですけど、うん、その前の年1964年の、まあ、この5月9日の日にこういう、まあ、連休明けで暑いしアイスクリーム美味しいよねっていうことで、そのまあアイスクリームデーっていうイベントをやったらしいんですよ。へえ、うん、でまあみんなにアイスクリームを配ったりとかね、そういうことがあって、まあそれをきっかけにしてその次の年に、アイスクリームの日というふうに決まったんですって。うん、なるほど。そうなんです。まあいい時期に決めましたよね。本当ですね。うん、でまあ僕らもちょうどやっぱりこうなんて言うんだろうね、体がさ、この間冷やし中華のお話もしたんですけど、まあ、そろそろっていう感じがしてきますよね。うん、あとアイスコーヒーとかね。そうだね、はい、まあ、今まではこのホットが美味しかったんだけど、まあ、そろそろアイスっていう時期にどんどんこう変わってきてるということでね、はい、まあ、アイスクリームっていろいろありますけど、うん、どういうのが好きです？はあ、私はね、バニラのアイスにチョコレートがかかっているアイスクリームはい、大好きです、はい、結構豪華なやつですね。あ、豪華ですか？結構豪華な本当です、うん、まあでもバニラアイスクリームは一番こう王道というかね、うん、アイスといえばみたいな感じでありますね、うん、あ、僕もすごく好きです。すごい今噛んだけど僕もすごく好きです。今ちょっと食べたすぎて何か噛みましたねチョコがね凍るとパリパリするじゃないですか、うん、ああそうですね、それがね好きなんですよ。美味しいですね、うん、うん、僕は結構ねそのアイスクリームのこの今言ってたなんか濃厚な甘いのも好きなんですけど、氷のお菓子みたいなのも結構好きです。あ、かき氷みたいな方ね、はいはい、うんうん、ちょっとさっぱりと食べれるようなやつが、特にね夏は僕はそっちの方が好きなんですよ。そうだね、うん、なんかバニラってちょっと冬に食べる感じですよね、うん、冬好きなんで、冬のアイスクリーム好きなんで、うん、あれなんですけど、夏はなんか喉が渇くじゃないですか、うんうん、甘いから、うん、だからどっちかっていうとその氷のお菓子の方が僕は好きです、うんうん、だからさっぱり食べれますよね。そうです、うん、そうなんです、うん、はい、まあそんな感じなんですけど、日本でね一番最初にアイスクリーム、アイスクリーンって言われている、うん、当時はね名前だったんですけど、それが出たのが
今言ってた1965年よりさらにね1年近く、あ1年じゃない100年近く前の、うん、あの1869年だったかな。え、うん、そんな前、ちょっと細かいとこ忘れちゃった、はい、ちょっと調べないと分かんないですけど そのぐらいの時期ですね、1860何年、はい、うんうん、だったんですけど、まあ、その頃はまあアイスクリーンって言われてて、うん、その氷のお菓子みたいな感じだったんですよね、うんうん、まあ、今みたいなその濃厚バニラアイスクリームっていう感じではなかったと思うんですけど、うんうん、でそれが、高級品だったっていう話が残ってて、うん、今で言うと1個、うん、1個っていうか1人分、うんうん、8000円ぐらいだったらしい。え、うん、高いだから高いですよね。高いですね、はい、今だいたいアイスクリームって言ったら100円ぐらいから、うん、まあ、ちょっといいやつで、まあ、250円とかぐらいですかね、うん、そうです、1人、はい、でまあ、お店とかで買ってもまあ500円からそうだね、うん、500、600円ぐらいですかね、うん、はい、がまあだいたいそうだと思いますけど、8000円だったということで、いやー、それはちょっと食べられないですね、はい、もうお寿司とかのあれですよね、うん、お寿司でもいいやつですよね、結構ね、いやびっくり、はい、うん、なかなか、なのでまあ、当時ね、その頃にそのアイスクリーム食べれた人っていうのはすごくやっぱお金持ちの人だけだったのかなと。そうでしょうね、うん、思いますけど、うん、まあ、それからで言うと大体もう100何年ですか、150年、160年ぐらい立って、うん、まあ、今ねこう手軽に食べれるっていうのはいい時代ですよね。ありがたいです、うん、本当に。そうですよ、まあ、アイスクリーム美味しいのは分かってるじゃないですか、うん、でも1個8000円ですって言われたらどうしようかなっていう感じですよね本当ですね、うん、もし例えばね、まあ、家族、まあ、日本だと大体まあ3人家族とか4人家族が今多いかなと思いますけど、うん、まあ、4人家族だとしたら3万円とかでありますからね。ああすごい、ね、なかなかですよね。でも本当にいいお料理食べれるぐらいですね、はい、そうですね、毎日食べてたらえらいことになってしまいますね、はい、はい、なのでまあそういうアイスクリームなんですけどね、うんうん、この間ね夏を感じるものって何ですかっていう話したじゃないですか、うん、でその冷やし中華の時にねしたんですけど、いろいろこうメッセージとかコメントとかをいただいて、その国のアイスクリームみたいなものだったりとか、その国の冷たいドリンクとか、うん、そういうのをいろいろ教えてもらったんですよ、うん、でやっぱりみんないろいろあるんだなって思ってね、すごく嬉しくなったんですけど、うん、今はこう外国に行けないけど、うん、外国に行けるようになったらそうやって皆さんが教えてくれたお店に行ってね、そういう楽しみをしたいなと思ってるんですけど、うん、皆さんの好きなアイスクリーム教えていただけたら嬉しいなと思います。はい、うん、日本はさアイスクリームの種類が本当にたくさんあると思うんですよ、うんうん、僕はすごいたくさんあると思うんです。はい、まあ、どれぐらいたくさんあるかっていうと知らないやつがの方が多い確かにっていうくらい、やっぱり僕らが知ってるのは僕らが子供の時に食べたアイスクリームの種類、うんうん、よく知ってますけど、今コンビニに行ったりとかスーパーに行ったりすると毎年毎年見たことないやつが出てたりします。そうですね、もちろんその昔からずっとある有名なね王道の商品もありますけど、うん、今年出ましたとかいうのもたくさんあるし、うんうん、あとはその一番王道のね昔からあるアイスでもバニラ、ストロベリー、抹茶、チョコレート、チョコチップ、ミント、紅茶、ブルーベリー、なんとかかんとかって味がどんどん増えてきて、もう最近になってはよくわからない味になってきた多すぎてもう本当に多くて、梨とかブドウとかね、キウイとかバナナとかすっごいありますよね。はい、でもそれを全部はわからないっていうぐらいの、うん、その種類があります。うん、うん、まあ、それが楽しみでもありますけどね。そうですね、うん、であとはその新しく出てきた味って今年出たんだけど、まあもしかしたらあんまり売れなくてなくなっちゃうかもしれない、うんうん、来年には、はい、
で今まで通りのやっぱりそのバニラとか抹茶とかはずっとあるけど、今年出たなんとか味は来年はもうないかもしれない、うん、だから初めて見たアイスがあったらすぐ買って食べた方がいいですね。そうですね、うん、もう次の日にはないかもしれないし、うん、僕はいつもそう思ってます。うんうんうん、うん、だからなるべくコンビニに行ったら見たことないアイスを食べるようにっていうのを考えてますね。あ、面白いですね。はい、まああのなくなっちゃうってことであんまり良くないからなくなっちゃうんでしょうけどねあのまあそういうのもありますけど、はい、まあ、皆さんのねアイスクリーム好きな味とかそういうエピソードがあったら教えてください。はい、はい、ということで今日は5月9日アイスクリームの日ということでアイスクリームのお話をしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあアイスクリームでも食べましょうかね。はい、ではでは。